球の皆さん、こんにちは。ゲス君と申します。今年は噂によるとウサギ年みたいですね。ウルトラファンにとってウサギといえば鳥獣ルナチクスということで、ルナチクスの解説、そしてルナチクスにまつわる小話、まつわらない小話もしていこうと思います。まずこのルナチクスなんですけど、ウルトラマンエースの第28話に登場した鳥獣で、正式名称は満月鳥獣ルナチクスです。南優子が地球に来ていた理由が、実はこのルナチクスを退治するためだったという後付け、そういう事情が実はあります。月星人だった優子の故郷である月が、かつてルナチクスによってめちゃめちゃにもうバグレベルに滅ぼされて、その後ルナチクスは調子に乗って地球に来たんですけど、地球も月みたいにならないようにわずかに生き残った月星人の代表として南優子が派遣されたみたいです。いやー、それにしてもこれまで全くそんな素振りがなかったのでびっくりですよね。ルナチクスは普段地中でマグマをチューチューして過ごしているんですけど、毎年10月に地中から地球の表面近くまで来る的な習性があるらしいです。だから初代ウルトラマンとかウルトラセブンとか帰ってきたウルトラマンの時代にも10月にひょっこりと出てきていてもおかしくなかったということですよね。そんなこんなでエースの第28話でタッグがみんなで談笑しながらパトロールしていたら、急に優子が止めて、車を止めてって言い出して、わかりました、今夜こそルナチクスが姿を現すんですね、やりますみたいな感じで月に向かってブツブツ言ってるんですよね。北斗はそれを見て若干引いてました。その後北斗に事情を説明して、二人で最後の変身をするシーンはめちゃめちゃかっこいいです。まあルナチクス自体はそんなにめちゃめちゃ強いっていう感じでもないのに加えて、南優吾が離脱しちゃうっていう衝撃と、そのストーリーがメインみたいな回なので、ルナチクス自体の知名度はまあ設定とか役割の割にはそこまで高くはないですよね。ウサギなのにマグマを愛飲しているというのはあまりピンとこないんですけど、そのマグマの効果なのか、攻撃手段は火炎放射とか高熱の蒸気とかそっち系になってます。あとはなんといっても、なんと着弾すると爆発する目ん玉を発射して攻撃してきます。次から次へと目が補充される、かなり癖が強くて衝撃的な攻撃手段です。目が悪くなったらコンタクトとかメガネをしなくても発射して交換しちゃえばいいんで、ちょっと羨ましいです。エース以降の作品でいうと、メビウス大怪獣バトル、ウルトラ銀河伝説ファイトビクトリーに登場しています。メビウスの第44話に登場した時はエースの時と違って明確にヤプールの配下として登場しました。エースの時はノラの鳥獣っぽい感じに見えたので、そこが違いましたね。でもこの回もウルトラシリーズ屈指の人間のクズが出てきたり、未来の正体が世間にバレるきっかけになったり、土着さに重要な回で、戦闘もヤプールがメインだったのでルナチクスはそこまで目立ってはいなかったです。まあそんな感じで駆け足でルナチクスの紹介をしてきましたけど、皆さんこの鳥獣をご存知でしょうか。そうだね、ミサイル鳥獣ベロクロンだね。このベロクロンといえば、記念すべき鳥獣の第1号ということでいきり散らかしているんですけど、さっきまでのルナチクスが地球に来た経緯を聞いて疑問に思いませんか。そうなんですよね、いやルナチクスの方が先に地球に来とるやないかいってことなんですよね。これは結構昔からウルトラファンの間で言われていることで、鳥獣第1号は誰なんだろう問題ですね。なんなら第25話に登場した古代鳥獣スフィンクスなんておそらくもっと昔からいますし、このスフィンクスを操っていたオリオン星人は1万3000年前に滅んだらしいので、少なくともそれくらい前からはいた可能性が高いですね。まあ初代ルナチクスとスフィンクスがヤプールの配下だったか不明だし、それがいつから地球にいたかなんて正確にはわからないので、この問題に明確な答えはないんですけどね。まあヤプールの配下と明確に分かっている鳥獣で、地球侵略用に派遣された鳥獣第1号はベロクロンということですね、おそらくは。ということでベロクロン君はアイデンティティは失うことはなく、引き続き生きり散らかして大丈夫ですよ。とまあこんな感じでルナチクスの解説動画締めとさせていただきます。ここまでご視聴ありがとうございました。さよなら。ルナチクス年もよろしく。